ベルギー領コンゴは、かつてアフリカに存在した、ベルギーの植民地。現在のコンゴ民主共和国を領域とする。ベルギー国王レオポルド2世が、その資料、コンゴ自由国の支配権を、ベルギー政府に異常した1908年11月15日から、コンゴ民主共和国が独立する1960年6月30日まで、存在した。 レオポルド2世はコンに対する圧政により厳しい国際的非難を浴び、コンの支配権を放棄した。コンはベルギー議会が1907年11月28日に国王が次の年の9月に調印した条約によりベルギーに併合された。コンはボマに駐在する総督と何人かの副総督によって統治されることになった。ブルッセルには 植民地大臣を議長とする植民地評議会が置かれ、今後に対する支配を監督した。植民地評議会は14名の委員で構成され、うち3名は上院によって、8名は下院によって、3名は国王によって任命された。今後は15の行政区画に分割され、予算は毎年ベルギー議会によって審議された。今後の教育は、 カトリック教会やプロテスタント等により担われた。初等教育はサブサハラアフリカの植民地としては就学率が高かったが高等教育は乏しく最初の総合大学であるイエズス会系のロバニウム大学が設立されたのはベルギー統治末期の1954年だった。このためベルギー領コンゴがコンゴ民主共和国として独立した時には 高等教育終了者が十数名しかおらずその後の国家運営に深刻な支障をきたした。6歳から14歳までの児童の就学率は1940年において12%で、あり54年には37%だった。教育内容はキリスト教やヨーロッパの価値観を反映したものであった。いくつかの民族言語を混ぜ合わせた共通語が展開した。 境界勢力によって広められ、それが今日のリンガラ柄となった。植民地政府はインフラ整備を伴う経済再編成を推進した。マンハッタイ計画ではユニオンミニエール専務のエドガー・サンジエが重責を担った。1940年、彼はウラン鉱石をアメリカへ集中輸送した。1944年6月13日、 フランクリン・ルーズベルト米大統領とウィンストン・チャーチル A 首相はケベック協定に基づきワシントン DC にコンバインドデベロップメントトラストを設立する行為文書を作成した。このトラストには合衆国イギリス・カナダがそれぞれ2人ずつ代表を送った。議長は合衆国代表が務めた。このトラストはユニオン・ミニエールと3つの契約を交わした。9月の契約は カナダとのラジウム生産競争に負け、1935年に閉山していたユニオンミニエールをトラストが必要経費を負担して再開させるというものであり、トラストがユニオンミニエールから功績を購入する際の単価も決められていた。残り2つの契約は時系列に沿って除雪するために、次のベルギー政府を相手取った交渉を書いたから説明する。 1944年末、ベルギー政府は、以後10年間にわたりアメリカ合衆国とイギリスのみに、ベルギー領、今後のウラン鉱石を売却することを約束した。9月19日に、暫定取決めの先行したこの約束は、うまみが薄く思われた。九条は、商業エネルギー利用の開始から、英米に対等な条件で、ベルギーの参加を認めるとしていた。しかし、他には何も、 国益を見出せなかった。国民に顔向けできないばかりか、ウランの産出そのものに対する国際世論の風当たりも強かったので、契約内容は特定秘密であった。1945年10月、トラストイコールユニオンミニエール間で残り2つの契約が結ばれた。一つは、鉱石1万トンをポンド当たり1.9ドルで購入することとした。 もう一つは1956年に政府間の協定が執行するまでなるべく多く採掘すること、代金がドル建てとポンド建て半々となること、軍事利用されることを定めていた。1946年初頭にベルギーがウラン供給を国有化する法案を提出したので契約当事者は老狽した。ベルギー首相は議会を解散させ、自動的廃案へ持っていった。 ベルギー領、今後のウラン事業は、エドガーの活躍もあって軌道に乗り出した。ありがとうございます。